役者になった経緯を教えてください。中学2年生の時に、みんな結構そのモデルになりたいとか女優さんになりたいとか芸能界みたいなのに興味出る年があると思うんですけど、その時にドラマを見て、その一晩中泣いた日があったんですよ。で、それで心をこんなに大幅に動かせる仕事って役者しかないって思って、でそれで私もなりたいなと思ったけど、映像向きの顔じゃないって自分で思ってたんで、演劇をやろうって思いました。おお。